はい、みなさん、こんにちは。はい、みなさん、お疲れ様です。というわけで、今回は可愛いランキング、はい、よろしく頼むよ。ぶりぶりですね、はい。で、僕のまず条件を言わせていただきますと、はい、まず一つ目が、まあ、可愛い、はい、声とか強さは入れないんでね、その辺はちょっと考慮いただいて、うん、イラストだけでやってます、うん。で、もう一個条件を言っとくと、あと、まあ、過去に入れたやつとかをなるべく避けてます、うん。もうその人たちは全殿堂入りしたと思っていただければと思います。ラファエルだったりとか、あとベンザイクだったりとか、もうその辺もひたすら可愛いって言い続けてるんで、まあ、もうイメージついちゃってる、ね、もうなんかその辺はちょっともう言うまでもない、ゼロ位ですね。素晴らしい、素晴らしい、はい、なんで言ってます。まず惜しくも外れちゃったやつからちょっと紹介させていただきたいなと。こちら、あー、ね、カメラとか入んなかったんだ今回ね。ちょっとね、悲しくなった10体選ばなきゃいけないってことで。いや、入れたいのいっぱいある。でも、まあ、ほんと10体に絞って今回こうなったのが、ネム、タナトス、ルイス・キャロル、あと他で挙げるとグングニル、はい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 、獣神化、あと天積かぼしの進化前、はいはい、あとイースター・アルマゲドン、あー、かわいいわ、超好きなんですよ。なんですけど今回そこはちょっとギリギリ入れなかった。確かにキャラクター、でもネムもめっちゃ言ってるもんね。ネムもめっちゃ好きなんですけどよ、ね、めっちゃ好きなんですけど、キャロルは、キャロルかネムは確かに入ってても、はい、そうなんだけどちょっと今回は、いや強さ言ったらルイスとか絶対入ってくるんですけど、うん、いやでもこう可愛さだけなんでね、ちょっと落ちていただいて。タントスもいいね、でもタントスもそうですね。あとグングニルもね、イラストだけで欲しいって一時期思ってたんで、可愛い、かっこいいもんな。じゃあ早速10位からいっていこうと思います。じゃあ今回図鑑番号ちゃんとメモってあるんで、図鑑で追っていきます。10位、はい、ブリギット。ブリギット、はい、あ、ブリギット超好きっすね、イラスト。マジ？はい、ブリギットほんと可愛いと思う。ブリギットは俺進化前がめちゃくちゃ可愛くて、可愛い、可愛い、で、なんかこの清楚な感じの青髪ロングがすっごい好きで、この青が多分俺好きなんですよ、もともと。この青いね、うん、で、俺髪化でマイナス100点になるんですよね髪化はほんとにどうなったんだろうね、はい、こいつがなんかちょっと片鱗があるんですよ、この髪化みたいにもなるよっていうのが、この絵からもちょっと感じ取っちゃうんですよね、神化のせいで。なんで10位です。本当はもっと上なんだけど、だこっちのね、なんかこの匂いがこっちちょっと許せなくて、こっちっすね、ブリギットが。このブリギット俺すっごい好きですね。服装もすごい好きだし、なんかこの、うん、かわいいっす、かわいいね、もう言うことないかわいさなんですかね。あと帽子がちょっとおしゃれっすよね、このリボンとね。ブリギットはもうなんかまじまじとイラストを今回見直した結果10位でした。進化前そんなに見たことなかった。そう、可愛いんですよね、うん、進化前可愛いですよね、可愛かったね。年齢もまあちょっと年齢いきすぎてるかもしれないですけどね、はい、次9位、はい、これはね、まあ、てか今回ピックしたいのは僕の可愛いランキングなんで、結構被るとこ多いと思います。はい、9位、あー、コルセア、まあ、これどっちもっすね。このオリジナルコルセアもクリスマスコルセアもどっちも好き、うん、でコルセアはもう神化の時かな、神化してから俺好きになりましたね。どっちかというと進化とかはあんまりトップに入ってこなかったんですけど、うん、ちょっと重心化はねずるいかなこれ。いや、もうね、言うことないっす、コルセアは言うことないですね。どっちも可愛い。ちょっと金髪ツインってずるいなってのはね、うん、やっぱり改めて感じます。本当にコルセアはだってイラストの力の入り方がやっぱ他のに比べて、そうだね、ちょっと抜けてるとこあるかなっていうね、うん、あれもあって。コルセアすげえな。いや、コルセアすごい、コルセアね、大人気やん、超かわいいですね、はい、8位、はい、あー、でもこっちっすね。結構こっちの方が多いんですよ、イースターのね、うん、イースターナイチンゲールの方が多いんですけど、俺こっちです。いや、このナイチンゲールめっちゃ可愛いなと思って、はあ、だ重心戦の時に、うん、ニラカナで自分戦わなかったのにこの絵覚えましたからね多分ニラカナとか何撮ればいいかなみたいな、なんかいろいろ話してるじゃないですか、ナイチンじゃないですかみたいな、ナイチンって言ってこのナイチンの絵っていっぱい覚えてた。いや、可愛いナイチンね、確かに、まあ、運を言わさない可愛さあるよね、うん、これちょっとでも王道すぎるかな。そう、すげえわかる、うん、まあ、本当もう
めっちゃわかる。ど真ん中だよね。そう、可愛くするためのイラストみたいになってるんで、うん、ちょっと順位低めにしてるんですけど、まあでも本当にそれを素直に受け止めて可愛い。うん、わかる。本当可愛いナイチンゲールは。自分はあんま好きじゃないけどわかるもん、それが。ナイチンゲールはマジで可愛いと思う。本当可愛いと思うナイチンゲール。ようちゃんがめっちゃ好きそう。あ、すげえわかる。ナイチンゲールそうね。ツイートすげえわかる。重心化した時めっちゃツイートしてるし。次が、7位ですかね。はい。ブルメリア。おお。あたしょこれ足いいね。足がいいですね。あと格好いいですね。なんか、うん、表情これ珍しいんですよ。これ、うん、この表情したら結構珍しくて頬みたいな。確かに。うん。うん、ちょっと手招きしてて、うん、はい、でもなんかちょっと自分に結構実力がある、うん、やってやるかみたいな感じのがねすごい好きっすね、うん、俺あんまりこういうタイプの絵好きじゃないんですけど、うん、プルメリアはめっちゃ可愛いと思いましたね。だこれ好きな人アイリスも好きそう。あー、わかる、うん、なんだけどまあ先言っとくとアイリス入ってないです。プルメリアも可愛い本当に。まあ花の国のせいなんでそういう共通点あったかな。そうだね、ありますけど、うん、プルメリアはすげーなんか見た時可愛いってなりましたね、うん。ただなんかこのね、今回7位って順位で落ち着いてるだけあって、なんかこのイラストだけで引きに行こうとならなかったですね。あ、うん、今回持ってるんですけど、結局、うん、持ってはいるんですけど、まあ、今回ジパングとかでもね活躍するかもって、うん、まあこれ動画出てる時はジパングも終わってるかもしれないですけど、まあすごい可愛いですね、うん、なんかちょっとめでていきたいなって思います。見つめ直して、うん、でやっぱイラスト好きなやつ俺結構使ってるんで、うん、はい、次、はい、6位です。6位結構意外なとこ入ってきてるな、もうすでになんか6位。ビッグイノベーターエボル、かわいいっすね、相変わらず。で、なんで6位かっていう説明をしたいんですけど、うん、俺が好きなのは進化前なんですよ。あのね、これラファエルの時もそうだったんですけど、うん、俺好きなのは進化前と神化なんですよ、チオ、うん、で、重心化もむちゃくちゃかわいいんですけど、やっぱり俺進化前好きっすね。進化前がほんと好き、このチオ、チオって感じ、うん、これこのチオがなんか知らんけどほんと好きなんですよ、うん、めっちゃ好きでこのチオ、まあ、どんどん成長はしてっちゃってるのはあるよね。まあそれはあるね、進化系ってそれ否めないね、うん、ただそれもあるけどまあ可愛いよね、うん、やっぱそれを差し引いても可愛いんで、うん、6位ですね。やっぱチオはねこれがいいんだよね、この髪、この三つ編みっていうんですか、これどうなっ、うん、てこれがね、本当に超手前でなんかしてんだ、はい、多分三つ編みっていうのかな、これ髪型は分かんないですけど、うんうん、なんかちょっとショート見てみたくなりますよね。なる、うん、確かによく見ると髪型も珍しいな。そう、光みたいな髪型にしめた。多分ね、チオ好きな人結構ここをしてる人多いと思う、うん、この髪型。単純にショートかと思ってた。ね、ショートに結構思いがちなんですけど、うん、チオちゃんね、これはこれもなんかちょっとお話すると、この重心線でこの右下の部分が出たんですよね。あ、そうなんだ、はい、は俺の前にチオのイラスト出すとか喧嘩ってのかってぐらい3秒ぐらいで分かりましたけど、撮れなかったのを今でもね後悔しちゃう。撮ればよかったかなっていうね、チオちゃんはねあれですね、可愛いですね、うん、やっぱりこれはもう見てられます、ずっと。これはもう見てられるイラストです、ね、ただこれ6位ですね。やっぱり好きなの進化前なんだよ ね、 確かにね、僕はね結構多いよね、やっぱね、その好きなキャラが進化前とかで、うん、結局重心化も好きだから使ってるんだけど、うん、髪型、ね、いや、そうなんだよね、うん、次5位いきます。はい、5位は多いね、絶対に。あー、マジ可愛いっすね、これこれも、うん、これは可愛いよ。ファンヘルシングもさすがフラパで急に来た降臨と思いました。マジで可愛いと思う。うんね、拡張マガジン作ってますね。もうなんかコラボキャラみたいだもん、うん、こいつ。その感じするで、俺進化前の方が好きなんですよね、うん、進化は可愛いんだけど、こっちはかっこいいけど、そう、これかっこいいにちょっと寄せちゃってるんで、こっちは可愛い感じの好きなんですね。なんかまだ準備してるとか、うん、戦う前のロバンヘルシングは、まあでもこれはもうあえて可愛くしに来てますよね。それはまあめっちゃわかる、うん、狙ってる感はすごいある。人気出すための降臨って感じがするんで、うん、ボンヘルシングがこの4位になってます、うん、まあ、これは多分もういろんな人がトップ10つけたら入れるんじゃないかなっていう。4位、はい、ちょっと下がりますね。4位、うん、これ前回ギリギリなかったんだと思う。いたら入れてるよ多分。これも超多いと思う。そう、あーマジで可愛いっすね、あーってなるやつだ、うん、確かに。これも
めちゃくちゃ降臨とは思えないイラストだなって思ってて、それは来た時本当思った。ホタネ本当イラストすげえと思って。ホタネは思ったわ、確かに。いや気合入ってんな、うん、すげえわかる、うん、めちゃくちゃイラストいいですよね、うん。でなんかあの骨格っていうかそういうのもおかしいとこ一切ないし、うん、年齢もまあ完璧だし、うん、髪型も超いいですよね。ここにつけても水筒らしいですよ。あ、そうなの。そう、あのなんかホタルって本当だ、綺麗な水にしか行けないじゃないですか、うん、そういう設定からなんかその綺麗な水をいつも持ち歩いてるっていう設定らしくて。なるほどね、うん、でなんか ホタル の少女ってこう、うん、ホタネすっげー好きっすね。ホタネはなんかしかも進化系って全部良くない、いや全部いい気がする。そう、髪化もね結構いいんですけどね、髪化ちょっとあざといんですよね。これはなんかこのなんかさアニメ感強い、ね、そう、こっちがいいんだっていう確かに、うん、髪型だけなんかだって別のアルファとかそのストア系感強いね、なんかね急に。これストアって言った方がいいですよ、うん、なんか夏シリーズでオリジナル降臨で夏バージョンに出たっていうホタネっぽい。わかる、うん、なんでここできたホタネね。あ、でこれもいいわ、めっちゃ可愛いですね。可愛い、はい、まあでも進化かな、進化がちょっと大人びた幼女なのにちょっと大人びた表情してるのがすごい、うん、ほらこっちの方がなんかちょっと年齢高く見えるじゃないですか、うん、多分実はこれ一緒です設定は知りませんけど、だから顔の表情でこれちょっと年齢を上に見せてるっていう、これホタネなりの技術ですね。ホタネはすげえ、めっちゃ可愛い。そう言われてもすげえ共感できるな。これ最初に第1位にしようと思ってた。ああ。てくらいホタネはマジで可愛い。ホタネは可愛いわ。可愛いですよね。うん、ホタネ可愛いわ。なんか好きじゃない人でもなんかイラストがいいっていうのはなんか分かりそうな感じのキャラですよね。うん、次3位ですね。トップ3来た。3位と4位はね、そんな大差ないかなって個人的には思ってます。あれだ、あー、ルイン入りそう。完全は確か忘れてた。ルーインがマジか。ルーインや、いや、ルーインほんと可愛いですね、これ。これ俺なんかいつもも一時期ちょっと好きだったんですけど、うん、あー、似てるね、はい、そう、確かにちょっと似てるんですけど、なんかそんな感じの通じるとこあるな。いつもがランキングに入んなかった理由を叶えてきたのがルーインって言います。なるほどね、個人的には。確かにね、リズムもすごい可愛いんだけど、ルーインすげえ可愛いっす、ね、ルーインも人気やもんね。めっちゃ可愛いっす。可愛いね。これ真珠の聖域の地獄みたいなライブ終わった後に速攻で作りに行きましたからね。作ってた。可愛くて。ほんとそれぐらい好きでした、ルーインは。ただこれなんか無駄になんかピックして使おうとしてるんですけど、うん、案外なんかやっぱちょっと使えないなっていうところのことが多くて、うん、使いづらい性能ではあると思うんですけど、やっぱシュリンガールとか終わってなかったりするとね、うん、枠の一体になったりするのかなと思って、いいキャラだと思います。名前もいいな、うん、名前も可愛いもん、ね、ルーインっていいっすよね。可愛いね、合ってるもんかな、うん、合ってるね、合ってる、確かに、ね、合ってる、ね、うん、合ってる。まあ、ルーインはなんかもですね、ワイヤードとかは違いますね、やっぱね。でも確かにその真珠のスレイヤーの話するんだったらそうだよね。そう、あ、カリウとか、うん、カリウの一気にガラッて変わったじゃん。ガラッて変わった、ガラッて変わった、イラストのテイストもね、テイストも変わったし、なんか普通に真珠の聖域の、ね、スレイヤーだから、そもそもさ、その身長正義じゃなくても使えるようになってるじゃないですか、うん、だからすごい目線素晴らしい、確かにいいです、普段使い、うん、3位順位はね、鉄板ですね。2位1位はもうちょっと言いすぎてるんで、マジ若干なんかもう予想されるかな、うん、あ、ここで俺入りそうでした最初。ああ、そうなんだ、最初入りそうでしたね。田島は可愛いですね。はい、2位。ああ、納得だわ、はい、文句ないっす、納得だわ、はい、多分コラボありにしたら、うん、1位2位のどっちかにあの忍が入ってくるのと同じ理由で、いや、サケバスはちょっと避けれないかなと、はい、サケバスの、サケバスすげえな、いや、もうむちゃくちゃ可愛いっすこいつ、ほんと可愛い。あのね、このなんかズボン途中ちょっとロスサンドとかも超いいし、なんかこのやっぱね、もともとサケバスっていう名前にちょっとその可愛いポイントがあるかなって思ってるんですけど、うん、まあ、それを踏まえてもやっぱ可愛いですね。若干忍は意識してると思うんですよ俺。あれに、まあなんか似てるね、ちょっと似てるよね、うん、なんですけど、まあ、サケバスならではのこの赤い目のね、うん、あのちょっとキリッとした目に関してはそうなんですけど、やっぱこの金髪インテとサケバサっていう名前を合わせるっていうのはちょっと犯罪かなと、うん、マジで、可愛いもんな、可愛いですね。この飴3000個ぐらい買ってあげたいですね。サケバスも確かにな、結構重心化でテイストガラッと変わったよね、イラストのテイストもね、マジでそれすごい思ったもんな。でこのなんかつけてるサングラスとかもすごいいい味出したんですよね、うん、俺でもこれが多分、
嫌いなランキングつけた方に入りますね。マジ嫌いこいつね。ほんと好きなんですよね。懐かしいな、もはや懐かしいよね。あのなんか、ね、次元山で首切られた瞬間みたいになったんですよね。こっちはすごい好きだったんですよ。あ、こっちは、うん、こっちかっこいい、こっちすげえかっこよかったんですけど、いやね、目とね、髪はね、こっちの方がポイント高いかもしれない。あ、先バス感強くないですか、うん、こっち強くある。でも、やっぱこれずるいね、うん、これ何回見ても、あの進化前、進化後、神化後からこうなるとは予想できない。予想できなかった、うん、これは本当にイラスト違いレベルじゃない。だってなんか出すんだってね、そう思うぐらい可愛い。この周りの装飾とかはハロウィンっぽくして、ハロウィンサキバスみたいに出されても、ちょっとなんか、うん、やばんない、全然やばんない。サキバスですね。はい、まあ、1位もパッていきますね。誰だ。はい、これはもう、なんか今回ランキングにピックしないで殿堂入りさせようかな。1回。なるほどね、確かに、はい、もう、分かってるでしょみたいな。2年前そう思ってる人いたかもしれない、ね、いや、絶対1位にしてくれ。あ、じゃあ入ってないんだみたいな。最初その予想されるかなっていうので外そうと思ったんですよ。 あえて。なるほどね。で、ホタネをなんかもうちょっと上に上げてみたいなのだったんですけど、この欲には勝てませんでしたね。いや、これずるいでしょ。ただ言っとくよ、一つ言っとくけど、俺それと同じぐらいこの神化が好きです。あ、本当に好きっすね、これいいわ、うん、マジ好きですね。で、俺このね、この年齢はちょっとまだ早いっすね、この露出のするのは。はい、なんでこういうなんかちょっとあの育ちのいい女の子ですよっていう感じの清楚な服装をしてるか、もしくは露出がちょっと控えめにちょっとあるお水着でも、これ水着なんですよ、うん、だからこのなんかあざといっていうか、このなんか、あ、確かに小さい頃からこの露出を増やすような水着じゃなくて、このなんかちょっと露出が減ったね。確かに重心構えるのが減ったんだね。そう、これがいいです。確かに、はい、ただちょっと年齢が増えたのは許せないですけど、でもなんかそれ全部踏まえてもこのノンノアルファは文句ない。ただフラパ重心化のためにイラストに力入れてると思うんですよ、うん、間違いない、うん、で今回3体とも超良かったです。良かった良かった。なその1体なんでね、文句ないですよね、うん、これだと強さとかも全く考慮しない、考慮しないで、ほんと可愛いです。だから運曲にしたんです、本当に。すげえ説得力が重かったよな、うん、だからからなんで可愛いですね、うん、そうですね。なんかそのあざとい坊主とか乗ってないのもいいですよね。こうなんか本当にウォータースライダー会場行ったらそうじゃん、こういうのじゃん、楽しんでる、楽しんでるよね、純粋に楽しんでる。だからこれなんかちょっと可愛く見えるでしょ感出して選んだみたいな、ね、そうね、確かに、ね、あのこのちょっと帽子を、うん、にたわみを持たせてるとか、あ、そう、このこう上げた方が薄いいいかなか俺のランプ、それは確かに思うわ、うん、これも結構好きでしょ、うん、これも確かにね、うん、が言ってんだろうね。けどちょっとやっぱね、この髪型重心化はねストライクっすね、うん、これ文句である人いないんじゃない、多分、うん、かわいい。で今回やっぱ青髪が多かったなって思いました。あ、でもそれは思った、うん、確かに青髪多かったっすね。ルーイなんか、うん、赤髪のイメージ結構あったけど、意外に青髪が多く、はい、共通点としてあるんだなと思って、うん、ね、赤髪プラス顔が可愛いっていうのと、うん、あと自分の好きな好みのなんか周りの装飾の絵の装飾だったり、うん、だからグングニーが結構リーチだったのがその理由ですね。あ、はい、あれショートが好きなんですよ、赤髪の、うん、グングニー確かにちょっと長、結構長いよね。そうですね、グングニーね、ラブライブのマキちゃんみたいな、はいはいはい、あれがすごいいいですね。なんかすごい好きですね。はい、ということでランキングは、まあなんかちょっともう、いやでも100人に聞いたらどれか1体は入ってそう、みんな入ってそうなようなランキングでしたけど、もうね、ちょっとね、逆らえないですね。うん、コラボ入りだったらやっぱトカちゃんとかも入ってきそうですけど、そうですね、今回ちょっとコラボは、うん、どっちも入れてないんで、対象にはですね。あとこの辺も入ってましたね、最初。あー、うん、でも確かにガムは、うん、なんか新刊ガムちゃんとかは入れてくるのかなと思ってたけどね、うん、ガムちゃんは最初入れてたんですけど、ガムちゃんとかはこいつですよね。そうそうそう、俺ね、ガムちゃんね、イラスト意外とこれ好きなんですよ。あー、正月ガムちゃん、うん、でも結果よくよく見てみるとこれになる、うん、でもっとよく見るとこれになるんですけど、こいつなんかいっちゃってるんで目が、ちょっとね、うん、なんでちょっとって感じ。こいつが覚醒してるからね。まあこれが女の子だったらね、これ男なんで、あれですけど、かっこいいとかに入ってきそうですよね、うん、あとウェービアね、ウェービアもちょっとね、あー、ウェービアか、ちょっと待ってね、まあぐらいかな、あとそこまでなんか悩んだっていうのはなかったかな、なんか、あー、小キビはね、あ、小キビか、最初はリストアップに入ってましたね。
でもちょっと違うなってなって、うん、あとまあさっき言ったけど田島の新幹線ですね、うん、田島の新幹線もやっぱ可愛いですね、うん、あとね俺これ結構好きなんですよ。あ、そうなんだ、うん、さっき見たの新幹線割と好きっすね。悪くても入りそうだったけど入んなかったね、うん、あと誰、あーでもあとここも最初リスト入ってましたね。あ、リクソンね、うん、リクソン、ね、かわいいですね。これかわいいですよね。うん、自分も結構思い浮かびがした、うん、で、この辺からなんか前回ランキングとかだったんで前回の俺を信じていれませんでした、うんうん、あとあれとかなんかなんだっけ、あ、アンバーとか言ったら結構、うん、イメージあったな。うん、うん、かわいいですね。かわいいけど入る方のなんかかわいいあれじゃなかったなっていう。そうっすね。ネムね、やっぱネムそうね。ネムもね、悩み悩みましたけどね。あ、この辺も好きっすけどね。あー、うん、ごめんね、めっちゃ好きっすけどね、うん、青髪だね、うん、まあなんかもう言い出すときりないんで本当に残念なことになっちゃうんですけどね。もうめちゃくちゃにあるんでね、好きなのはね、まあ、可愛いもんだってみんな1年経ったら、ね、で、イゾも可愛いよね。イゾも可愛い、うん、イゾも本当可愛いですよね、うん、そう、イゾも昔めっちゃ好きだったもんな、自分も T シャツ買ったけど捨てたし本当に、ね、可愛いけど、なんかちょっと違う、俺の求めてるあんな可愛いじゃないですよね。でラミエルとかって去年入ってたんだ、入れてたんだっけ。ラミエル去年入れてます、入れてたんだ、絶対入れてるはず。シンクかラミエルとかは絶対入れた記憶がある、超好きですもん。なんかもう前も言ったかもしれないけど、うん、あいつに見えるんですよ、マクロスフロンティアのシェリルノーム、あのちょっとポサがあるんですね、ほくろある人です。かわいいんだよね。で、メドとかも超好きですけどね、やっぱ五大天使はね、うん、全部かわいい、うん、本当。それはでもザトキはそんな好きじゃないけど、思った確かに、ね、ザトキはね、イースターかなんかのザトキがかわいいんですよ。あ、そうね、ザトキはそれが一番かわいいと思う。こっちの方がかわいい、うんうんうん、これが好きっすね、このザトキマジかわいい。イースターにこれね、まあ、グングにいるね、さっき紹介したけど、守ってないんですけど、いいよね、かっこいい、ちょっとかっこいいになりますよね、うん、ここまでくるとね、はい、もし言ってたら多分俺一緒話してるんでこの辺でやめときますけどでも、うん、すげえ意外だったね、想像つかなかった。あ、本当ですか。俺だいぶ入ってたな、そのだからまあ結構年度入りしてたのが多かったっていうのもあるかもしれない、結構意外だったな。今回秒で決まったのはオンノアルファ、サキバ、サホタネでした、うんうん、で、他はなんか割とポン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 見て、うん、あー、これかわいい、かわいい、かわいい、かわいいっつってどんどん入れてって、うん、最後10体にピックアップしたって感じですね、うん、チオとか最初入ってなかったですね、うん、でもまあよく見たらすっげーかわいいんで、チオね6位とかになっちゃいましたけど、あ、だチオ1位だと思ってる方もいるかもしれないですね。あ、でも自分、うんうん、そのトップ5には入ってるかなと思ってた、うん、入れてるかなと思ってたけど、まさかね、うん、ボルあそこできてたから。そうっすね、かわいい、じゃあどうなるんだろうって、そう、上がね。あとチオに関してはね、俺結構ね、あの神かね、ボイスも強かったんですよ。あ、俺の中でどうしよう止まってくれないから、うん、もう有名だよしね、うん、超好きだったんですけど、可愛いし合ってるし、はい、以上ですね。これ以上語るとやばくなっちゃうね。いや、まあなんで皆さんもぜひ、あの、意外だったとか、やっちょ想像つきましたとかね、当たりましたとか、あと私こうですが、あれこうですが、ありましたらぜひコメントよろしくお願いします。いや、まあでも確かにね、いろいろで、殿堂入りしてるかと思ったけど、まさかノンアル1位だとは思ってなかったので、ついはちゃんと工夫がしっかりで、今回の夢ラジオ1から降りました。ナビでした、シロでした、コウちゃんです、ありがとうございました。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。